ずま。一言で言えば3チームの勝利。身の程を知り上がれです。さあ2回戦最後の試合ですね。エリック・ガートン・カートマン・エコ、狩猟ワイスチーム対藤井ジャマドイケ、南国コノハと島釣りのチーム、南国コノハ島釣りいますか。はい、いますね。ではそちら試合になります。今行われている試合が全て終わりますと次から準決勝となりますので、動画第1台での進行となります。バイス本作戦の勝利あなたです。さあ動画第前方で出てきたのは南国この派、対して出ているのは、狩猟のバイス。さあアルカナ選択は花、この派が花、対してバイスが雷を選択です。コノハが今回登録者数は多いですね。さあ引っ掛けていく。コノハがノーゲージになると今回これは使わないではない。はい、しかしこれはしゃがみに当たらない。コノハのしゃがみは低い。2へ固めていく。投げる置き攻めは花設置。アルカナホーミングで有利時間を稼ぐ。東海東海がワンコンボ。アルカナホーミングで有利時間コンボ飛ばしていく。時間を取った。コンボ投げ、 N 投げがつながる。 N 投げにコマ投げがつながる。上昇流、しかしこれは当たらず。さあアルカナホーミングしたためにホーミングのバイアンで進んでしまう。花の時後ろで作業。さあ顔を追いつったが、これを生かしていくことができるか。ガーキャンから昇竜、1ラウンド目はバイス。さあ1ラウンド目バイスが残った第2ラウンド。1ラウンド目の時点でコノハは1つ花を置いている。これを生かしていきたい。ジャンプイン東海昇竜。さあ当てたらきっちりワンコンボ。しかしアルカナフォースのコンボを見せてしまう。おいおいのところジャンプにカウンターするも再び攻めのターンが入れ替わる。シャクルーンの先にホームに突っ込んでいく。ここはたまらずアルカナバースト。たまに東海から護衛タイプ。下バイス東海をうまく近づけて待っていく。東海ジャンプシーン引っ掛けた。強者がね、ゆっくり下受け身からジャンプへヒット。ここも伸ばす。さあ表裏着、しかしこれは当たらず下砂を通す。昇竜拳元で当て場の出来が長い。勝ったのはバイス。さあこれで残すは島釣りのカムイのみ。さあ開始から時間ちょい、状況を30分ちょいでここまで来るんですね。早いですね。このパラドボンを冒険したし、超祭りに対、終了のワイス。ジャンプイン下げていく。昇竜拳これだけで進みません。 BCM を安定で繋いでいく。これも7000円。ブルーマン当ててジャンプボディで追い打ち。オーフ当てる。体力大幅にリードしていくカムイ。ここで後ろからコンボ。しかしこれはアルカナバースで回避。さあカムイ光で牽制していく。1ラウンド目はシマスリーのカムイ。ジャンプからコーフ手を出すと手を出すのを読んでいる。センサーは当たらず、センサーもう一回打っていく。下見てから余裕のラップ技。ここは君は出なかったが、それが争ってしまう。これはタンタンタンミスト GE4。 これを4回のゴーフ、これは若干やりすぎた感覚。さあやりすぎている。さあアラブルバイスのポーズ。
さらに何回目バイスが取り返した勝負を決める第3ラウンドをマウンドに先にタッチでしたのバイスフェブルコいやそこ終わりこのまま終わらないこれはアルタナバース回避さあまとめていくバイスかけるピン搭載からチームウルバここ入れていくよしここから勝利じゃないこう伸ばしていくハード伸ばす受け身がありは成立していくさあ消費受け身取る当たるドーフ相手の1割程度昇竜拳から超昇竜いってしまう勝ったのは終了バイスこれはラーゲル・クビスト司令官だろう一般社会で私をそのようには呼びませんはっ尽力する次第ですまあいいでしょうすいません奥兄弟どちらが勝ったか報告お願いしますどちらが勝ちましたかゲームオーバーでは準決勝から動画台の一大進行で行いたいと思いますではまず A ブロック準決勝 A ブロックの決勝戦ヒマンジナズナマーリアンチマーリアンハートチーム対、エリック・カートマン・エコと、狩猟のバイスこちらの試合を行っていきたいと思います、ヒマンジマーリアンチームいますかはいいますね、狩猟チームいますねじゃんけんの方お願いしますトノノエコゲームオーバーさあ先頭マーリアンハートが倒され出てくるのは大将のヒマンジナズナさあナズナ対エコさあどちらがしもべを使いこなせるかリリヒでいくまずはさっきのエコここはガーキャンから追いきちかえすこの回すジャンプで落ちてくるリングリングここはガーキャン助ける PC 重ねている
ガードで1割形に動かせる当たるよ。しかしジャンプに当たらなかったところをジャンプしやんでいく。おっと回るよ。リーチの長いにマズマこれは見ても強いられるか。回るよ。ジャンプに回るヒット。サーシャは当たらず。ガッツのサーシャはどっちに距離は離せず、そのまま EX スマッシャー。さあ下ろしきる。1ラウンド目はボタマイコ。さあしかし両者バーストをバーストにアルバンホースに行くゲージが当たりのか。固めていく。このまま5Cを当てる。2ラウンド目はナズナが取る。